送信党は宮城県に在住していた在日朝鮮人女性。朝鮮半島の中西南道論産軍出身。日本の宮城県で生活保護受給者として生活していたが、1992年1月に元従軍慰安婦を公募する市民団体に連絡し、元従軍慰安婦としての活動を開始する。翌年には、 市民団体と在日の慰安婦裁判を支える会を発足し、日本政府に謝罪と損害賠償1億2000万円を求めて訴訟を開始するが2008年に全面敗訴した。この活動が認められて1997年12月に第9回、多田洋子こ権力人権賞を受賞した。なお、日常生活では日本人の通名を使用していた。 本人の証言によれば、1922年、朝鮮の中世南道で生まれるが、12歳の時に、父親と死別。1938年、16歳の時に、母親の決めた男性と婚礼を挙げたが、結婚生活に嫌気がさして、嫁ぎ先から逃げ出して、友人宅などを転々とする日々を過ごしていたところ、大竹知人の朝鮮人女性に、嫁になど行かなくても、 戦地に行って働けば、金になり、一人で生きていける。戦地へ行って、お国のために働かないかと話を持ちかけられ、戦地の意味も仕事の内容もわからないまま平野に、向かったところ、新維持の紹介所と言われる場所でたかという、朝鮮人男性の仲介で慰安所に入ったが、この際の代金が、僧の借金とされたため、僧は騙されたとしている。僧の証言によれば、 慰安婦としての生活は、日本人からの暴行により、聴覚を失い、死産を繰り返し、出産して生まれた子供も中国人に渡して、中国の戦地を転々としながら、終戦を迎えた。戦後は国境に帰らずに、急に本軍の男性と一緒に、博多から1946年に、日本に入国し、埼玉県深谷市で生活を送るが、日本人男性と別れて上京し、 在日韓国人の男性と内縁関係となり、宮城県を鹿郡小長町に移住した。1982年まで同居生活を続けたが、男性の死後は生活保護を受けて生活をしており、同じ戦争を経験しているのに、日本人は軍人恩給や遺族年金を受けて豊かな生活をしていることに気通りを感じて、日本政府を求断する活動を始める。 2011年に東日本大震災で被災し、男性の死後に独居生活を送っていた女川町の自宅が津波で防失したため、訴訟支援者らの助力を得て東京へ移り、韓国挺身隊問題対策協議会の保護を受けて生活しながら日本に謝罪と賠償を求める日々を続けた。2017年12月16日午後2時10分、老衰のため、 東京都内の施設で死去、95歳を打つ。16歳の時、朝鮮人のブローカーによって、中国中部の部署の世界観という慰安所で慰安婦を強制され、以後は舞台付きとして保障も務めながら、王さん、長安などをめぐり、皆例で日本の敗戦を知る。2回の出産を経験しており、観光で出産した子供は、 近所の人に預けた後に竹州に移動している。また、慰安所を経営する業者によって左腕に金子という入れ墨が掘られた。ありがとうございます。